ただいま走行しております桜駒、失礼いたしました。ただいま走行しております佐藤選手は乗馬歴3年、学習院大学法学部に進学いたしました1年生の選手です。初めての障害試合、楽しみながら一生懸命頑張ります。かわいいこの桜小町をご覧ください、との意気込みをいただいております。安価に生やします桜小町は北海道で生産されましたトラベレット、13歳の金馬です。父久市レオンと母クールクリスタルの3区、競走馬時代は紅小町という名前で12戦した馬です。ここまで1つの障害落下がありました。残る障害は1つ。佐藤選手と桜小町の走行が終了いたしました。ただいまのタイム74秒35。